はいこんばんは。バーチャル YouTuber の YTK です。今回からね、えー、自分もちょっとあの、波に乗ろうかと、バーチャル YouTuber デビューを始めました。で、あの、モチーフはね、あの自分のチャンネル名が YTK システムなんで、あの昔ね、ほんにゃらシステムっていうのがあったんで、ちょっとそれをね、あのパクるモチーフにしてね、あのリスペクトして、ちょっとこんな感じの可愛らしいのにしました。 構想はね、えー、っと、丸5年。で、絵描いたのは2分ぐらいです。なかなかいい感じです。まあまあ、そんなことはさておき。で、あのー、今回ね、えー、こちら、カメラのお話です。えー、EOS7D Mark II。前回ね、えー、1DS Mark III を打ってね、軽いカメラに買い替えたいというお話させてもらって、で、まあ今回も買い替えました。 で、レンズもね、85mm 言って、この 50mm にしました。で、まあ、ちょっとこの話したいんですけども、あの、それよりもがね、その、レンズだとカメラを手放す時の話がひどかったんでね、まあ、ちょっと愚痴動画を撮ろうかなと思って、今、ちょっとこうやって撮り始めたんですけども、あのー、自分が使ってたね、1DSM3、えっ、ー、と、かなり備品でした。あのー、すごく状態の良くて、 でレリーズ数あの、シャッターの数ですね、もう3000ちょいぐらい、3100か、200いってなかったの三3100ちょいで、まああの、11年前の機種なんでね、1DSM3 ってね、生産終了したのがね、2010年らしいなんですよ。で、2010年でうあの生産が終了してるんで、まあ、そこでね、仮にあの買ったとしてもね、一番新しいので、も8年前の機種というね、 まあななかなかもう古いですよねでそんな中でねあのー、傷もほとんどなくてね目立った傷全くゼロでしたもうこれは断言できます本当に綺麗なものねあえて探してこうたんでねであのー、それをね手放したんですけどもあのー、やっぱり今はねあのー、売れ時期が悪かったのかなボーナス直前っていうのもあってね うーんで、まあ、売る時期もちょっと悪かったんですけども、まあ、相場も落ち始めてると。で、後から分かったんですけども、えー、っと、修理ができるのがね、今月、2018年5月までやったらしいんですね。だからまあ、それ以降はもう修理もできなくなるんでね、どんどん,どんあの、お値段は落ちる一方だと思ってたんですけどもね。まあ、それでもね、あのー、だいぶ買い叩かれましたね。うん。 そ、あのー、そこそこ安い値段で出しましまたただレリーズ回数が3000ぐらいやったんでちょ,ちょっとそこだけね強気の値段にして売って、まあ、競り合うこともなくね、あのー、一つの入札で終わったんですけども、まあ、その時にねその、えー、落札された方がね、えー、評価がものすごく高くてあの悪い評価が一つもなくてねあいい人に当たったわと思ってねでまあなんとか落札してもらってね であの送ったんですけどもあのには液晶の、ね、画面にねあの爪で引っかかるほどの傷があるというあのクレームが来ましたであともう一つねあの底の方に塗装ハゲがあるとで液晶の傷なんですけども自分が使ってた時ねもう本当に 気になったことがないぐらいきれかったんですよ。あの、画面中央とかねあの、こちらですね、あの、撮った写真が表示されたり、あの、設定画面がね、表示する、ここの部分ですね。ここはほんまにきれかったんですよね。で、その落札された方もね、そこに関しては全然言わなかったんですけども、あの、1DS っていうのは、この下にね、小窓がついてるんですよここ、ね、メインの液晶の下に。 小さな液晶がでそこでホワイトバランスだとかピクチャースタイルとか変えれるんですけどもそこの画面の端っこに爪で引っかかるほどの傷があると。で自分も使ってた時ね、あのー、気になるなとかね思ったこと一回もなくてあのー、後でもう現物送ったんでね後でその、えー、ヤフオクにあげる時に撮った写真。 のあのあ大元のねオリジナルの写,写真があったんでそれをねあの当倍以上に拡大してみたんですけどもやっぱ傷見えないんですよね、まあ、光の加減で見えないんかまあねあねの思いっきり強い光で、ね、照らしてミント見えないほどの傷やったんかもう今となってわかんないんですけどもまあ、自分としては本当に傷があったっていう意識はもう全くゼロやったんでね。 でましてやね、このメインではなくてね、そのサブの方、しかも端っこ、気になんかしないじゃないですか、仮に、もしあったとしてもね、向こうの視聴にね。いや、それ見えたからって別に、あの、撮影に何の支障もないでしょ、と。ね、あの、この下、えあの、カラー液晶じゃないですからね、1DS の場合。あの、モノクロのここと同じ、設定画面と同じね、あの、あらかじめプリントされた絵が、 ポンポンと出るだけで。で、あの、ホワイトバランスやピクチャースタイルもね、ここでね、あの、正直見ないんでね、もう大抵5秒で設定するんで。まあまあ、それはさておき。うん、そ、そんなね、あの、クレームが来るほどの傷ではなかったと思います。であともう一つね、えっ、ー、と、こちらですね、この、う、え、ん、ー、をつけるためのね、三脚の台座をつけるためのね、 この穴なんですけどもあのその時自分ねあのこの一番底の写真を撮り忘れたんですよいろんなあの角度から撮ってねあのヤフーオークションにあげる時の写真ねいろいろ撮ったんですけどもここの底だけを撮り忘れたんですもうこれ完全に自分のミスですであの質問の時にもね「あのそこどうですか?」っていう質問があってあの撮り忘れてたんであすいません」言うてで、えー、慌ててチェックしたらね まあ綺麗かったんですよほんまにこれと同じぐらいの綺れさもうあの塗装ハゲもね自分としては全然なかったんでほんまにほんまにこれぐらいの状態やったんですよねで自分の中で傷ってやったいうのはやっぱりここねあのつける時にネジキュルキュル回すんでね雲台のネジを回すんでどうしても円を描いたよう、ね、な傷ってつきやすいんですよね 直接こう,こう雲台がね強くバシッとつくんでねでその時にこうネジキルキルして回すんでまあこの辺にねあの丸い円を描いたような傷がつくもんかなと思ってたんですけどもそれがなかったんでね自分は素直にあのそういう円を描いたような傷はありませんとね素直に答えてでしかも見た目もほんまこんな感じだったんですよねすごいきれかってなんですけどもあの向こうの言い分では塗装ハゲが見えると ねえ実際文字だけやったんでねどういうふうな剥げ方してるのかわかんないんですけどもまあともかくそのここの塗装剥げ一部のとあと液晶の、あのー、傷があって気に食わないから返品させてくれと <laughs> <laughs> って言ってきやがったんですよ。ねあのー、ついこの間出たねそのー e o s 5 d m ーみたいなね もう出てまだね、1年、2年も経てないような機種やったらね、まあ分からんでもないんですけども、もう一番最新でもね、8年前の機種でね、逆にそんだけしか住んでなかったらもう奇跡じゃないですか。僕はそう思いますけどね。で、あの、すごいイチャモンつけられてね、でそれ以外ほんま何の不具合もないんですよ。 ねえ、もうそれが気に食わないからね、あの、返品させてくれと。で言ってきやがったんですよね。で、自分もね、その EOS1DS Mark III、あの、前回お話しした通りね、やっぱすごい強い思い出があったんです。あの、憧れの騎士やったんでね。なんで自分が買うときは、あの、ネットで見て、で、あの、カメラの北村なんでね、 あそこのショップで見てであの近くの,あのリアル店舗にね送ってもらえるんですよで実際送ってもらってで現物を自分の目で見てチェックしてで気に入ったら買うっていうシステムがあるんですよねで実際僕もそれ利用しましたあのほんまに憧れてた機種できれいなやつが欲しかったんでだからあのヤフオクでは買わずにあのそういうリアル店舗でね でまあ、うち、今田舎なんであの、大きい店舗がないんで、あのそういうふうにねあの、カメラの北村さんのシステムを利用して、であの近くの、ね、カメラの北村あるんですけどもね、もう現像屋さんにしかなってないんですよ、もうカメラの部品ってもうほぼ置いてない状態でね、まあ、そんなところなんで、e o s 1 d s m a III なんか置いてるわけもないんで、まあ、取り寄せてもらって。 で、実際見たらむっちゃ汚かったんですよね。写真はそこそこ綺麗かったんですけど。で、これはさすがに、あの、受け入れられへんと。で、あの、値段ね、もう少し出してもええから、綺麗なやつ欲しいって言うてね。で、店員さんも、あ,あそうですね、わかりました、言うて。で、あの、他探してもらって、やっと見つかったのを購入したんですよね。で、その時もね、1、2万ぐらい相場よりか高かったです。まあ、あの、だいぶ綺麗かったんでね。で、自分の場合、備えして買いました。あの、本当に綺麗なやつが欲しかったんで。 だからね、あのー、ヤフオクの場合ね、もう返品聞かないのはもう常識なんですよ、もうはっきり言うって。あのー、個人間だったらなおさらで店やったらね、ある程度融通効くんですけど。うん。だからノークレーム、ノーリターンっていうのね、みんな書いてるんですよね。まあそういうトラブルないように。で、ある程度のことは申し合わないと思う。で、実際自分のやつがね、まあ例えばボタンがどっか壊れてるだとか、 ねえ、あの、液晶でも真ん中にね、大きい傷があって、あの、写真確認するのでもすごい憂鬱になるとか <laughs>、そういうのやったらね、もう全然、あの、わかるし、もちろんそのこともちゃんと書きますし、ねあのなん、写真撮るのに何の影響もないね。またそことか、誰がみんなんと <laughs>。 <laughs> そんな傷でねあのちょっと値引きしてくれやったらまだわからんでもないんですけどね返品してくれはないやろとでまあ向こうもあの結局最終的にはしぶしぶ受け取ってくれましたもう今ねヤフオクってあの昔はあの、えー、とリシステム利用料は後からね請求来てたんですけど今はね落札した金額から直接引かれるんで。 もしキャンセルとなったらね、あの、自分の場合はプレミアムに入ってるんで、8. 何かな手数料が、えー。落札金額から 8. 何%で。もし入ってない人やったら10%引かれるんですよね。で、仮に10万円のやつ売ったらね、もう1万円引かれて9万円で入ってくるんですよね。だからもしキャンセルとなったら、じゃあそのね、システム手数料誰が払うよってなるじゃないですか。 ま、ね、まあああそういういのもあるんでで今回ねこれヤフオクで買いましたあの 7DM2 ねそこまで思い入れなかったしまあ将来的にね 6DM2 に行こうかなと思ってるんでそれまでのつなぎのつもりやったんでまああのそこそこきれくてあの値段の安いのも重視で探してねでこれなんかでもねもうここだいぶ傷ついてるんですよここねわかります この汚れ、ね。もうこれ指で拭いても取れないんで、ね、もう実際これだいぶあの擦ってますね擦り傷ですでここほんまちっちゃいですけどね塗装剥がれあってでこっちもちょっとね傷ついてでこれあの実は写真で見たらこう乗ってたしで実際こうやって見たらそこねだいぶ汚いんですよでこれ買った時もねヤフオクでそこは映ってなかったです まあ実際自分こんなそこね、これ汚れてるかって全く気にもしないんでね。で、むしろ、まあ,あ、安く手に入ってよかったかなと思ってはいるんですけど。まあまあ、あのー、えらい苦労しましたわ、久しぶりで、それと、あとこっちの50ミ、mm、リね。まあ自分が打ったのが85ミ、mm、リの L レンズの2型。で、まあ今やと大体11万超えるかな。 状態ののい,いものだとで自分もね、11万ぐらいで売りました。まあ、売れました。で、売った時期がね、ちょっと悪かったんですかね、ボーナス前っていうのがね。もみんなね、出しぶりしてね、あのー、相場がだいぶ落ちているような感じでしたね。で、あのー、まあ、これを、あの85ミリの L 売って、50ミリの L を買おうと思ったんですよ。最初はね。で、まあ、値段的にはトントンぐらいだったんで、 まあ、あのプラマイゼロくらいで買えるかなと思ってたんですけどもねあの昔 L の50って持ってたんですよ実際使ってましたメインででまあその後いろいろシステム変えてね売ったりしちゃったんでちょっと今手元になくてでこっちのね F1.4 の50こっちの安い方ですねでこれ半年ぐらい前に友達に一回借りてね撮影の時にほったらすごいいい写真撮れたんですよ でフォーカスも早いし、ヒントもなかなかあってくれるんでね。で、あ、これいいなと。ね値段もね、新品やと4万切ってるかな。あの、でってっかい量販店やとね、ポイント分ちょっとお高いですけども。まあ、あのー、アマゾンとかぐらいやったらね、あの4万切ってるかな。で、中古の場合は、えー、さらに3万切ってます。今ね、相場。で、自分はこれを2万円で買いました。 めちゃくちゃゃく安かったですで,なんで2万で手に入ったかというとあの曇りとカビがあるっていうことで安かったですでそれ以外は動作問題ないよとで実際撮影したらねあの全然影響出ないですよとは書いてたんですけどもあの実際見たらねも,うものすごいカビルンルンやったんですよど真ん中にねさすがにねあの自分が持ってるレンズでカビ生えてるの一本もないんで もうすごい気になったんですよね。なんで、あのもう全部ね、もうその当日に、もう届いた当日に、全部ばらして、であの、カビ除去して、で、組み直して、今これ使ってます。であのプラスのね、ドライバー1本で95%ぐらいは分解できましたね。むちゃくちゃあの簡単に分解できました。で、清掃もね、あのちょいちょいとやって、簡単にできたんで。 で、これやっぱいいですね。軽くて。で、今これ、えっ、ー、と、レンズと、えー、本体と、あと、バッテリー。全部込み込みで、えっ、ー、と、1.2kg かな。だから、前回のシステムのほ、ほぼ半分。ぴったり半分言うてもええぐらい。半分になりました。もうむちゃくちゃ軽いです。で、7D がね、この 7DM2 がね、あの、すごい多機能なんですよ。 で自分がその一番最新で触がったっていうのが、確か 1DM4 かなあれが一番最新やったんですよね。あの、友達の、まあ、友達じゃないというか、まあ、知り合いのね、結婚式の時、ちょっとレンタルしてね、で、使ったんですけども。 もうあれでもね、なかなかね、あやっぱ新しいなと思ってたんですよね。だから自分がメインで使ってたのがね、その 1DSM3 が11年前の <laughs> 機種なんで,で、その間の機種触ってなかったんで、あのー、やっぱ最新のやつすごいっすね。びっくりしました。まあ、それについては、まあ,あ、機会があったら話したいと思います。もうこれも7 d m II も相当古いんでね、もうそろそろ M3 出るかなとか言うてたり、 あと、このセブンディマーク2の製造もね、もう終わるかなとか言われてるんで <laughs>、ちょっと一世代前の方、ね、になっちゃってるんですけども、まあ、それでも自分にとってはカルチャーショックなレベルであのすごい性能上がってましたね。びっくりしました。はい、では以上ね、あの今回もうほぼ愚痴動画で <laughs> 終わりましたけど、<laughs> まあ,あ、気が向いたらまたあの似たようなの撮ります。で、まあ時、時々ねあのこ、この子出します。 <laughs> 出すかボ <laughs> <laughs>、はい、以上ですありがとうございました。